はい、フロファミですということでね、明日の、浦和戦に向けて、プレビューということでね、話していきたいなというふうに思いますけれども、少しね、休んで、またちょっと動画を投稿再開しようということでね、少しサムネのテイストも変えてみましたけれども、どうでしょうかということでね、浦和レッズの、要注意3選手ということでですね、今回松尾選手、渡辺選手、それから安井選手、この3名をね、ちょっとピックアップして、プレビューということでですね、話していこうかなというふうに思っております。ということでね、第28節浦和レッズ戦のプレビューということでですね、もう28節ということで、もうほぼほぼもう終盤戦に入っていったっていうような、残り10試合っていうところですね、もう終盤戦ということで、相変わらず順位は低いところにいますけれども、結構ね、注意までは結構団子っていうところもあって、一桁フィニッシュっていうところはですね、フロンターレの、今のリーグ戦における目標になってくるのかなというふうには、思っておりますけれども、直近3試合のね、浦和戦の、見ましたので、そこのレビューと、いつも通りっていうところですけど、浦和の狙いどころ、要注意選手、3選手、安井選手、渡辺選手、松尾選手ということでですね、浦和の、この直近の3試合を見ていて、結構ね、ヘグモ監督苦しんでるなっていうのは、主力選手の、移籍が相次いで、しかも、キャプテンの選手が、移籍、してしまうというところでですね、なかなか難しいなというところと、あとはヘグモ監督の戦術をある意味ね、成立させていた、センターバックの選手、移籍してしまったりだとかですね、結構戦術の核になるような選手が移籍してしまったので、結構ね、難しい時間を過ごしているかなというふうにね、見てて思ったんですけれども、その中でですね、結構そのプレーで覚悟を示している選手っていうのが、目についたというか、それがこの3選手になるわけなんですけれども、ということでね、どういった覚悟がこう伝わってきたのかっていうところをですね、中心にちょっとこの3選手喋っていきたいなというふうに思います。ですみません、注目選手マルシーニョって書いてあるんですけれども、ちょっとすみません、間違えました。間違えたというか、最初マルシーニョかなというふうに思ってたんですけれども、ちょっとね、この準備している途中で大島選手に、ちょっとね、注目選手変えましたので、今回マルシーニョじゃなくて、大島亮太選手ということで、フロンターレの注目選手、話していきたいなと、そこで、最後、スコア予想というところでですね、いつも通りのプレビューの流れで締めていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただけたらと思いますし、あとですね、最近はちょっと X の方のポストも結構ですね、力を入れていますので、ぜひですね、動画の概要欄にX のリンクも貼ってますので、ぜひフォローもしてくれたら嬉しいなというふうに思っております。ということでね、まず直近3試合の、レビューになるんですけれども、やはりですね、主力選手の移籍によって、リビルドを強いられているというか、前半戦、轟で浦和とやった時は、3対1でフロンターレが勝利して、その時はですね、結構ヘグモ監督の、やりたいサッカーっていうか、そういうね、カラーが濃く出るような形、それがゆえに逆にそれを利用して、攻略した、稲賀選手が、右サイド、かなりワイドに開いて、センターバックとサイドバックの間を、かなり広げるというところでですね、その間で、脇坂選手は何度もポケットを取って、結果的には3対1で勝ったというところの、試合でしたけれども、その時の浦和と比べると、結構変わってきたというか、ヘグモ式のベースっていうのは、そのベースにはあるんですけれども、そこから、ね、徐々に、日本仕様というか、J リーグ仕様に、若干アジャストしてきてるなっていう風な、印象でした。であとね、ヘグモ監督の目指すサッカーっていうのは、やはりボールを持ちながらですね、ボールを動かしながらっていうところっていうのが、ヘグモ監督の、目指すサッカーなのかなっていうふうには思うんですけれども、前線にね、スピードのある選手、ドリブルに特徴のある選手っていうのを揃えてですね、ロングカウンターでチャンスを狙う場面っていうのが非常に、目につくようなね、そういった形でですね、結構前半戦戦った浦和の形とは、だいぶ違ってくるなっていうか、ヘグモ監督の理想と今の浦和の現実っていうところのですね、ギャップの中で、こう
苦しみながらというかね、そういう不本意ながらもみたいな、そういうサッカーなのかなっていうふうには、思いますけれども、僕はちょっと結構ねヘルモ監督のサッカーに期待してたというか、欧州のパスサッカー一人一人の立ち位置が、遠くて一人の、責任の、範囲が広いサッカーで、これが結構ね J リーグで、通用すれば、結構ですね、日本のサッカーも変わるんじゃないかなっていうふうに、期待して見ていたので、そこはですね、少し残念なところかなというふうには思います。ただですね、やっぱり、ボール保持をした時のですね、特にディフェンスライン、と、ソルバッケンじゃなくて、グスタフソンと、安井選手、それからセンターバックの選手、2人っていうところですね、かなりビルドアップは、うまいかなっていうところは、ありますので、保持をした場合はですね、サイドを広く使いながら、攻めてくると、いうところもありますのでですね、この広げたところで、グスタフソン選手がですね、鋭い縦パスを通してくるっていうところもですね、裏の強みとして、ある部分ではありますので、そこはですね、カウンター1本だけではないかなと、逆にですね、そのカウンターが多すぎるっていうところですね、選手の、コメントとかを見てみるとそういうコメントもありますので、カウンターだけじゃないっていうところをですね、戦い方として、戦術を変更してやってくる可能性でも十分あるのかなというふうに思っています。それからですね、伊藤選手、この、ボランチというかインサイドハーフで中軸を担っていた伊藤選手が移籍したことでですね、安井選手が急成長してるっていうのが素晴らしいなっていうふうにね、見てて思いました。本当にフィジカルの強さ、それから運動量の多さっていうところがですね、安井選手の一つ魅力であったかなっていうふうには思うんですけれども、ボールの受けた方だとか、そのボールと敵とボールの間にしっかり体を使い方だとかですね、ボールを持っても持ち上がる場面だとか、あとはですね、ピッチを広く使って、ボールを散らすとか、あとは味方の、ビルドアップの出口になってあげるそういうポジショニングとかね、本当に、オールマイキーに、進化しているというか、どれか一つに特化するっていうことじゃなくて、なんかこう六角形のバロメーターの全てがボンと、大きくなっているような形で成長していてですね、いや本当に立場が人を育てるじゃないですけれども、この伊藤選手が、移籍したこの中盤、破綻させるわけにはいかないみたいなね、そういうような覚悟が伝わってくるような、そういう成長ぶりで、見ててねすごくいいなっていうふうにね思いました。そんな対浦和レッズですけれども、狙いどころとしてはですね、ネガトラージにディフェンスラインが乱れがちというふうに書いたんですけれども、特徴的なシーンとしては、札幌対浦和レッズの鈴木武蔵選手の、1点目のシーンですね、石原選手1人が残っていて、そこだけがですねラインがずれていて、鈴木武蔵選手が、その裏を取って、一瞬オフサイドかなというふうに思ったんですけれども、右サイドの方で石原選手が残っていたことでですね、オフサイドラインが下がって、裏を取った、鈴木武蔵選手のゴールっていうシーンもあったんですけども、鹿島戦でもね、同じように石原選手だけがちょっと、どんどんず下がっていって、ラインがずれてるみたいな、そういうシーン、ありましたので、このね、右サイドバックの石原選手に対して、通常はですね、例えばこのサイドバックの選手に対してウィングの選手どうするかっていうと視界の外に消えて、走って裏を取るみたいな、そういうのって、その裏を取る基本的な走り方だと思うんですけれども、逆にですね、石原選手の視界の中でマルシーニョ選手が裏にっていう仕掛けを見せることですね、石原選手一人ずるずる下がっていってオフサイドラインが下がる、そのギャップでですね、オフサイドラインのギャップを山田選手がつく、そこに大島選手がボール入れるみたいな形でですね、結構山田慎選手裏取れるケースっていうのはシーンっていうのが多く作れるんじゃないかなっていうふうにも思いましたので、そういうところも最初さっきマルシーニョ選手って最初思ってたんですけれども、いや、そこよりも、そこに、パスを入れられる選手っていうのが、やっぱ重要なんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっと大島選手に変えたっていうところも、ありますし、そこはですね、乱れた、ディフェンスラインのラインブレイクっていうところをですね、山田慎選手の、部分、マリノ戦でも、惜しくもねオフサイドになってしまいましたけれども、そういうシーンもありましたし、やはりね大島選手と、山田慎選手、ここのホットラインを開通することに
によってですね、今までパサーとねストライカーのこう関係性でですね、こう構築されて積み重なっていったフロンターレの歴史っていうのもありますので、そこをですねぜひ、山田新選手に、継承していってほしいなというふうにね、そういう期待も込めてですけれども、ここのラインブレイクと、大島選手のパスっていうところにですね期待したいなというふうに思いますし、あとはですねやはりこのセンターバックサイドバック間の、スペースの部分っていうのは、前回対戦時ほどはですね、そこは、狙いどころにはなってこないかなっていうような印象はあるんですけど、まあ、ここはですね結構スライドして対応するっていうところだったりとかっていうのが、まあ、J リーグにアジャストして増えてきたのかなっていう風な印象がありますので、そこまでですね、今までみたいに、明確に狙って、攻略できるところではないのかなっていう風には思いますけれども、とはいえね、ヘグモ式の、そういった部分が残ってる部分っていうのは全然ありますので、このセンターバックとサイドバック間の、スペース、ここをですねポケットをついていくっていうね、このねパスの、タイミングだったりとか、強さ、どこの場所にそのボールを落とすかみたいな、そういったですね、パスの、ところっていうのも非常に、裏の攻略には重要になってくるかなっていうところに、思いますので、まあ、カウンターそれからボール保持の、局面、両方に関して、この大島亮太選手のパスを出すタイミングだったりっていうのがですね、まあ、非常に重要になってくるかなっていうふうに、思っております。で、要注意選手なんですけれども、一人目は安井海斗選手ですね。まあ、伊藤選手の移籍で急成長っていう風にね、書いてますし、先ほども、言いましたけれども、本当にね、運動量だったりとか、まあ、フィジカル、技術に優れる、選手ですね。本当にオールマイティに、中盤の、仕事をこなしているなというところでですね、まあ、グスタフソン選手が、中盤の、核であることは間違いないですし、そこはですね、まあ、前回の動画、前回というか前半戦のね、裏戦の動画でも言ったばっかなので、ちょっと今回グスタフソン選手は除いて安井選手の、成長が素晴らしいということでですね、まあ、今回、挙げさせていただきました。で、まあ、運動量とかフィジカルとか技術とかね、そういうアンカーに求められる、そうアンカーとかねボランチの選手に求められるところはですね、まあ、十分、特徴としてあるんですけれども、安井選手のねポジショニングだったりとか受け方、運ぶ意識にもですね、もう本当に、もう本当に中盤の選手として必要とされる全ての能力においてこうボコッと成長していると、今は成長スピード一番、J リーグでいいんじゃないかなっていう、そういうようなね本当にプレーを見せているのが安井選手かなというふうにも思いますし、このね伊藤選手が移籍したことで浦和の中盤が破綻したと、言わせないっていうようなね、そういうようなね覚悟が、現れているようなね、そういう安井選手の、プレーが、僕の目には結構魅力的に映ってですね、まあ、安井選手、直接得点に関与してくるっていうようなタイプのプレーを、何度もしてくるっていうわけではないんですけれども、本当にですね安井選手のプレーっていうのは、一個注意して見ていくだけで結構試合面白く見れるんじゃないかなっていうふうに思いました。それから、渡辺龍馬選手ですね、FC 東京から移籍して、来て、まあ僕はその移籍の経緯とかも全然よく、知らないっていうか、他のクラブの、移籍っていうのはぶっちゃけあんま追いかけてないのでよくわかんないですけど、まあ FC 東京から浦和に移籍してるなっていうのはなんとなく思ってたんですけれども、最近のね試合見てるともうえげつないほどの忠誠心を感じるプレーっていうのを見せていて、もしかしてこれFC 東京から浦和に移籍するときに、浦和の加入コメントで、覚悟を持って入ってきましたって言ってんじゃないかって、思ったんですけれども、まさにですねその、覚悟を持って移籍してきましたというコメントを残していてですね、おわ有言実行じゃないかというところですね、その瞬間にグッと僕はちょっと心つかまれてしまったわけなんですけれども、本当に、運動量と、まあ、切り替えの速さが異常っていうところですね、常に走って危険なところではですね全力スプリントですし、チャンスになりそうなところも全力スプリントっていうところですね、まあ、チャンスメイク、クロスだったりだとか本当にねあとちょっとっていう惜しいシュートもたくさんあります。でかつですねこの運動量と、このね長い距離のスプリント、した後って、どうやってもまあシュート精度なんか
担保できないでしょっていうような感じなので、なかなかですね、まあ、そこが、得点につながってはいないんですけれども、ポストを叩いたりだとか、かなりね鋭いシュートを放っているっていうところですね、そういう、まあ、長い距離をスプリントした後の、シュートであってもですね、徐々に、アジャストしてきてるというかですね、まあ、標準がゴールの方に定まってきてるなっていうようなね、印象があります。なのでですね、まあ、なかなか、得点っていうところは少ない、なんか外すシーンがね、目立って誇張されたりとかしますけれども、その前にめちゃくちゃスプリントしてるんだよね、であれだけのシュートが打ててるっていうのは、本当に、すごいなっていうふうに思いますし、コーナーキックとかね、そういったあの上げるクロスの、精度もすごくいいっていうところでですね、運動量と切り替えの速さっていうところもありながらですね、チャンスメイク、フィニッシュにも絡んでいくっていうところでですね、まあ、渡辺龍馬選手、要注意必要かなというふうにも思いますし、本当にこの渡辺龍馬選手のプレーからはですね、もう裏のためなら何でもすると、もう命さえも捧げますぐらいのね、覚悟が伝わってくるなっていう形ですね、本当にあのなんかイメージと違うなっていうところで、このギャップにね、ちょっとあのびっくりしたっていうのが、渡辺龍馬選手になります。それから3人目ですね、松尾選手もこれもう誰も、まあ、何も言わなくても、分かるでしょっていう感じではあるんですけれども、本当にまあそのユイが独尊ドリブラーって書いたんですけれども、本当にもうドリブルが始まったらもう他何も見えてない、ゴールしか見えてないみたいな形ですね。本当に圧倒的なスピードで縦に切り裂いていって、ボールを持って、ドリブルをしてるのに並走して走ってる選手より速いっていう、そういうね、ドリブルですし、しかもねそういう選手って結構なかなかゴールが見えてなかったりとか、して結構シュート1対1のところでですね、最後ボール、ちょっとね長めに出しちゃったりとか、シュートまでちょっと行ききれないとかね、そういうシーンも結構あったりするんですけれども、松尾選手きっちりねシュートで終えてくるし、しかもねそれだけ、スピードの乗ったドリブルをしながら結構コース際どいキワキワのコースを、転がして狙ってくるっていうね、本当に、もうゴールしか見えてないっていうようなね、もうストライカー系の俊足ドリブラーだなっていうふうにも、思いますし、このね、自身の、特徴強みであるドリブルと、そこから生み出すゴールで、このサッカーの世界で生き残ってやるんだっていうね、今まで、2人はですね、まあ、チームを、破綻させないとか、チームのためみたいな方向性の、覚悟でしたけれども、逆に松尾選手はですね、この、自分の武器だけで、このサッカーの世界で生き残っていくんだみたいな、そういうね、覚悟を感じるような、形ですね、この3選手が、裏の試合を見ていてですね、すごく、こう覚悟を持ってプレーしてるなっていうのを感じて、すごくね、いいなっていうふうに、思いましたので、今回、この3選手を要注意っていうところでですね挙げさせていただきました。それからですね、まあ、フロンターレの、注目選手は大島選手ですね。もう先ほど言ったところと結構被るかなというふうに思いますけれども、まあ、大島選手の、ね、復帰で、まあ、リズムを取り戻しつつあるというかね、いいリズムに、のフロンターレに戻ってきたというところでですね、まあ、裏戦ではですね、ラインのズレを、狙うラインブレイクの一瞬のパスだったりだとかですね、ポケット攻略とかですね、もうパスのタイミングと精度っていうのがかなり肝になってくるかなというふうに思いますので、まあ、大島選手の、プレーっていうのはかなり鍵になるのかなっていうふうに思いますし、あとそれからね、山田新選手のホットラインが、開通してほしいなっていうところはですね、やはりそのフロンターレが積み重ねてきた歴史の中でですね、パサーと、それからストライカーの関係性っていうのは切っても切り離せないもので、それをね、次のストライカーに継承していくのが大島選手かなというふうにね、思いますので、そこをですねきっちりと、山田新選手に継承していってほしいなというふうに思いますけれども、山田新選手がね、まあ、継承してもらったところで、次のパサーに継承する前に山田新選手が海外に行っちゃうんじゃないかみたいなところも、ちょっとね心配な要素ではありますけれども、そんなところはね、まあ、ちょっと置いておいて、山田新選手との、ホットライン開通に期待したいですし、大島選手とねホットラインが開通すれば山田新選手、残りリーグ戦、得点王っていうのも夢じゃないかなというふうに思ってますので、そこもですねしっかり期待したいなというふうに思いますけれども、一つね、懸念材料としては結構裏は、ロングカウンターが多いな
ていうところでですね、チャンスのほとんどが本当にロングカウンターっていうところでですね、大島選手かなり、この前のマリノ戦でもスプリント守備の部分で、スプリントしてる場面目立ちましたけれども、このね、守備のスプリントでこの大島選手の足に負担がかかるっていうのが、少し、心配になってくるところかなっていうふうには、思いますので、なるべくね、変なボールの失い方をしないで、守るときはリトリートしながら守れるみたいなね、そう余裕を持った、そういったような、ね、試合運びをしてほしいなというふうにね、思っております。ということで、最後、スコア予想ですけれども、1対2で、フロンターレの勝利ということですね、予想したいなというふうに思いました。皆さんはですね、この浦和戦、期待注目している選手、浦和の注意が必要な選手、フロンターレの期待している選手、いたらですね、ぜひ、コメント欄に書き込んでほしいなというふうにも、思いますし、まあ、最初の方にもね、動画の冒頭にも言いましたけれども、ぜひですね、X の方のも、フォローしていただきたいですし、あとはですね、この動画のチャンネル登録もしていただきたいなというふうに、思っておりますので、ぜひですね、よろしくお願いします。ということで、最後まで、ご視聴いただきましてありがとうございました。フロファミでした。バイバイ。